入院していた70代と80代の男性2人の死亡が確認されましたおととい時点での病床使用率は37.2%重症病床使用率は4.8%となっています佐賀県では291人の感染が確認されました白石町の医療機関でクラスターが発生しています